はい、元空 TV をご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、元空大河です。今回なんですけども、今回はこちらでございます。SH フィギュアーズ仮面ライダーキーバーエンペラーフォームでございます。こちらなんですけれども、こちらはですね、嫁さんが欲しいということだったので、迷わずポチりました。で、私はですね、まだキーバーの方を見ておりませんので、詳細の方につきましては嫁の方が説明いたします。では早速ですね、こちら開けていきたいと思います。はい、ではですね、開けていきます。一度ね、嫁さんが中見たのでちょっと開いちゃってるんですけど、まあその点はご了承ください。はい、出していきます。はい、こんな感じでございます。表ですね、エンペラフォームの写真だ。ドライダー牙、まあ、その真骨頂のここですね。はい、裏面こんな感じになっております。はい、では開けます。オープン。オー、まあね、ここはいつもと同じです。トリセツが入ってます。おいたー。はい、まあフィギュアは後でゆっくりですね、撮りたいと思います。まず中身ですね、確認なんですけれども、トリセツですね、手首パーツが1、2、まあ、通常ついてるものですね、握り拳がそれぞれついてまして、で1、2、3、4、5、6、7、8個、まあ4種類、4パターンかなの8個、まあ全部で9か。あ、違う、ごめんなさい。5パターンの10個ついております。で、一応ですね、胸の部分が稼働しますと。ということで、擦れ注意、塗装剥げですね。に注意してくださいという注意書きがございます。であと、フレッスル、笛ですね。笛の、パーツが、右腰、左腰で6個ずつ。ごめんなさい。3つずつの6個ですね。でキバットに刺す感じになるんですかね。はい。で、あと、ザンバットソード。キバットバット。あ、取れるのね。これね。取れるようになってるみたいです。はい。じゃあ実際に見ていきましょう。はい。こんな感じですね。いかがでしょう。ちょっと待ってね。ツルツルのナイロンなのかな。はい、なんとが一応こんな感じで分かれてます。本体と、あとアクセサリー関係ですね。ザンバットソード、上か、ホイッスル、キバット、はい、そしたらですね、内容物確認したところで、嫁さんにバトンタッチしたいと思います。はい、それではママが説明していきたいと思います。2008年に放送された平成ライダー9番目の仮面ライダーになります。エンペラーズホームの初登場は24話目、最強ホームとしては一番早く変身した仮面ライダーになります。
エンペラーズホームへの変身のきっかけは主人公の牙の強い感情によりタツロットの力を借りて全身に仕込まれたカテナという不意の鎖を解き放ちエンペラーズホームに変身。抑えていた巨大な力をキャッスルドラゴンからタツロットがビューンって出てきて牙にシャキーンってついて解放してエンペラーズホームに変身できるんだけど、もうそれがめっちゃかっこよくて、牙の必殺技エンペラーズムーンブレイクのライダーキックは核兵器よりも強いんです。つまりもうすごいの。簡単に言うとガイムで言うキアミアームズ、ドライブで言うタイプドライドロン、エグゼイドで言う無敵ゲーマー、ジオーで言うグランドジオーって感じで、つまり無敵ですごいんです。もうキラキラなの。ダンバットソードもかっこよくて、もうあれめっちゃ、はい、というわけでですね、嫁さんの説明いかがだったでしょうか。ここからはですね、細部をですねピックアップして、お見せしていきたいなと思います。
はい、ここまでいかがだったでしょうか。旦那の喉がやばいのでエンディングもやります。今回は私のナレーションを入れてみました。エンペラーホームかっこよかったですよね。今後またナレーションもやるかもしれません。また見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは次回もお楽しみに。じゃあねー。